はい、どうも、ちかでーす。はい、というわけで今回は、エキサイティング第一弾、近本選手を阪神純正が獲得するべきかについて解説していきます。はい、というわけで6日より開催されているエキサイティングで、阪神は近本選手と大山選手が選ばれております。で、今回の第一弾に関しては、近本選手が登場してきました。で、エキサイティングのガチャに関しては、60連目が自チーム選手1人確定というわけで、最大1500エナジーを使えば、1人狙いの選手を獲得することができます。まあ、ただしね、60連に関してはね、無料配布の契約書とタワーの累計の契約書を開封した後にした方が良いです。だけど今回の動画ではまずはエキサイティング近本選手の能力チェックをやって、その後にエキサイティング近本選手を阪神純正が獲得するべきかリーグリア対別で解説していきます。それではまずはエキサイティング近本選手の能力チェックやっていこうと思うので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまずはエキサイティング近本選手の能力チェックやっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでまずはエキサイティング近本選手の能力チェックやっていきましょう。というわけでエキサイティングに関しては表算数がプラス1で登場してきてます。だけど能力の方が弾道中弾道でミートから80、70、86の完全総力型のデフォルトでミート総力 A となってます。でさらにねプラス1の恩恵によってパワーもねデフォルトで B になってます。で守備能力に関してはねプラス1とかが特にないんで、守備適性がセンターのみで A83 で、裏の算数が補給が74、65、41となってます。で特殊能力が第3特能がエキサイティングは熱気に変更されるというわけで、超アベレージヒッターチャンスメーカー熱気になってます。だけどね盗塁が熱気に変更されておりますというところで、特殊能力は全て打撃系の特殊能力に変わってます。はい、というわけでここからは阪神純正がエキサイティング近本選手を獲得するべきかリーグリア対別で解説していきます。というわけでまずはリーグ勢です。というわけでリーグ勢に関しては余裕があるなら獲得した方がいいです。はい、というわけで、ね、今回の近本さんに関してはまあ通常でもね総力 A っていうところはそうなんですが、デフォルトでねミート A になってるっていうところがねいいポイントかなと思います。というわけでね、まあ通常であればねミートが79なんで、ミート A のねコンボに絡めようと思った場合は小5でねミートプラス1以上が必要となります。ただ今回に関してはねもうデフォルトでミート A になってるっていうところがあるんで、称号でねミート A を狙わなくていいっていうところがあるんで、称号に関してはね強心臓とか勝利の飛車とかねスピリッツ上げる系の称号で狙えば OK なんで、まあそういった感じでねミート A でさらにね勝利の飛車つけたいよっていう方に関してはね、まあ、このエキサイティングは獲得必須となります。まあただしねそれ以上にね第2弾で登場してくる大山さんがねミッパー A 同値狙えるっていうところがあるんで、でまあそっちをね獲得したいっていう方に関してはねこの近本さん無理して獲得しに行かなくてもいいのかなと思います。まあただしねエキサイティングに関してはオーダーに出るとね熱狂ヌズっていうコンボがね発動して、これに関してはねレア度星3となってるんで、まあリーグ勢の方に関してはね少なくとも1人はオーダーに入れておきたいかなと思います。というわけで、まあもしねエキサイティング大山選手を獲得しない予定の方に関しては今回のね近本さん獲得しに行った方がいいんじゃないかなと思います。続いてリアタイ勢ですが、リアタイ勢に関しては獲得推奨とさせていただきます。はい、というわけでね獲得推奨と言ったんですが、ほぼほぼ獲得必須となります。というわけでまあなんでね獲得必須ってね言いたいかっていうと、まあやっぱり、ね、デフォルトでミート A パワー B 総力 A というね ABA になってるっていうところはね一つ魅力的なポイントとなっております。で守備適性に関してもねセンター A83 ですし、さらに、ね、総力も A86 とあるんでね、もう守備範囲に関してはめちゃくちゃ広いです。でさらにね今回特殊能力が良くて、今回の近本さんに関してはね打撃系に関してはナンバーワンとなっております。で一応ね歴代で近本さんがね全て打撃系の特殊能力になったのは去年のアニバと今回のエキサイティングの2回となっております。まあただねアニバーサリーに関してはねここが祝宴で、祝宴に関してはミートショーアップなんで、まあミートに関してはもう80あるんでね、まあミート上げるよりかはパー上げたいかなっていうところがあるんで、打撃系に関してはね今回のエキサイティング近本さんが一番強い状況となっております。でなんでね今回のエキサイティング近本さんそんな打撃系で強いのかっていうと、まずね熱気でパワーが中アップとなります。でさらにねチャンスメーカーの方でパワーがショーアップとなります。というわけで、まあ、ここで確か12ぐらい上がるのかなっていうところがありますし、パワーがね今回エキサイティングプラス1っていうところでデフォルトでねパワー B になってるんで、チャンスメーカーと熱気が発動すればねパワー82まで上がる計算となります。でさらにね怪力無双とかバズーカをつけてあげるとパワーの最大値が85まで上がるというところで、もう打撃系に関してはね今回の近本さんがやっぱり一番強いかなと思います。ただそんな選手でもねなんで獲得必須と言わなかったかっていうと、まあ、やっぱりね一つは中弾道っていうところがあります。というわけで、ね、まあ中弾道っていうところにねどこまでパワーの数値の高さを求めるかっていうところがねまた一つ難しいポイントにはなってくるんですが、まあ、もしね近本さんとかでねホームラン打ちたいんだっていう方とかねもうずっと打席に立たせて使い続けていきたいんだっていう方に関してはもうやっぱりパワー85まで上がるのは魅力的かなと思うので獲得しに行くのはありかなと思います。まあ、ただね自分に関してはねリアタイもやってるんですが、今回のエキサイティング近本さんは獲得しに行かないでおこうかなと思ってます。でそれがなんでかっていうとね、もう一つの理由として挙げられるものなんですが、肩の低さとなっております。はい、というわけでね近本さん
んね、今肩41とね、めちゃくちゃ低いんですよね。で、自分がね、エキサイティング近本さん取りに行かない理由としては、この2021シリーズを持っているからです。というわけでね、これに関しては、実はね、特殊で肩 A になっております。というわけでね、近本さんの中でね、一番肩が強いのが、この2021にシリーズ1となっております。で、この年の近本さんに関しては、実はエキサイティングでも登場していたんですが、当時ね、第3特のはまだ白熱でしたし、まあ、そもそもね、第2特殊能力に盗塁があるんで、全て打撃系の特殊能力にはなりませんでした。というところでね、まあ、どちらを優先するかっていうところはね、なかなか難しいところではあるんですが、まあ、自分に関してはね、この近本さんをね、今後もリアタイでね、使っていこうと思ってますし、この間ね、ランク戦生放送をやった時にね、4番近本さんをね、やったんですが、その時にはね、スリーランも打てたりとね、まあ、なんだかんだね、この近本さんでも打てるっていうところはあるんで、まあ、自分はね、どちらかというと、肩 A っていうところね、優先して、この近本さんを使い続けていこうかなと思ってます。で、もう一つね、獲得推奨にね、する理由としてね、この新庄さんの存在があります。だけどね、まあ、新庄さんに関してはね、もうそもそも弾道もね、中弾道より高い高弾道ですし、まあ、称号でね、パワープラス2の称号をつけてあげれば、パワー A にもできますし、さらにね、センター適正が A88 というわけで特殊で S90 可能。で、さらに裏スも補給が75、83、95とめちゃくちゃ高い。で、特徴力がね、まあ、プルヒッターだったり、対ひどり投手持ってるっていうところがね、少し懸念点になるかなと思いますが、プルヒッターでパワーチューアップ、チャンスでパワーチューアップっていうところがあるんで、まあ、そうなってきた時にね、まあ、弾道、高弾道っていうところとね、センター S いけるっていうところとね、裏捨ての高さっていうところを含めてね、考えていった時にはね、もし今年 TS 新庄さんがね、阪神版登場してきた場合は、この近本さんがね、結局オーダーに外れるっていう可能性が出てくるんでね、まあ、そこをね、懸念する方に関しては、無理してね、獲得しに行かなくてもいいのかなと思います。まあ、ただそれでもね、プルヒッターを使いたくないっていう方とかね、右バッターが苦手だ、左バッターが得意だっていう方に関しては、でもやっぱりこの近本さんが阪神の中ではね、センター最強になるかなと思うので、まあ、そういった方に関しては、ね、ぜひとも獲得していただければなと思います。さあ、そして最後、近本さん好きの方です。というわけで、近本さん好きの方に関しては、獲得必須となります。はい、というわけで、近本さんに関してはね、3年ぶり2度目のエキサイティング登場となっております。で、エキサイティングに関してはね、やっぱりその時にね動画に出ないと登場してこないっていうところがね一つありますし、まあ元々ね阪神に関しては2018年から2020年までね3年連続糸井さんが出たり、2019年2020年はね福留糸井コンビで2年連続で来たりはしてたんでね、まあ来年以降もね全然登場してくる可能性はありますが、毎年毎年登場してくる選手が変わるっていう球団もありますし、東さんみたいにね5年ぶりに登場してくるなんていう感じもあったりするんでね、まあやっぱりね次回近本さんのエキサイティング登場はいつかわからないっていうところがあるんで、まあ近本さん好きの方でねエキサイティング背景の近本さんが欲しいんだっていう方に関してはね、今回獲得しに行った方がいいかなと思います。はい、というわけで今回はエキサイティング近本さんについての動画撮っていきました。いかがだったでしょうか。いや、というわけでね、まあ自分に関してはね、とりあえずね無料配布の契約書に関しては開封したんですが、近本さん出なかったんで、まあ次はねタワー塗り系終わらせて獲得できるかっていうところをねチャレンジしていけたらなと思います。で、さっきも言ったんですが、自分に関してはねこの近本さんを持ってでこれをね使い続けようかなと思ってるんで、まあ今回のねエキサイティングに関してはスルーしようかなと思ってます。というわけで、もしよければ皆さんが今回のエキサイティング近本選手獲得するか、ぜひともコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこれで終わりたいと思います。今回の動画参考になったなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また X もやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこれで終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。